はい、こんばんは、マサです。今回もですね、6大 SNS ということでインスタグラム編でお送りしたいと思います。目次なんですが、1インスタグラムとは何かに特徴、3感想ということで簡単にまとめたいと思います。はい、まず1つ目のインスタグラムですが、2010年10月6日に公開された SNS、 日本国内におけるインスタグラムの月間利用ユーザー数は約3300万人、メインユーザー層は20代から30代で、比較的女性から人気な SNS と言われています。世界ではですね、すでに Twitter のユーザー数を抜き去って人気の SNS としてトップ5に君臨しています。2つ目、インスタグラムの特徴なんですが、Facebook 参加の画像や動画投稿に特化した SNS です。投稿後に24時間で消えるストーリーズやライブ配信、投げ銭、リールなど若い世代と相性のいい機能が多いのも特徴ですね。ショッピング機能で EC サイトへ誘導することも可能であったり、 Instagram 内でのカード決済機能も今後導入予定であり、 EC 化がどんどんと進んでいます。写真をメインとした独自の世界観を作れるのも特徴です。あとはですね、インフルエンサーも多く利用しているため、自社ブランドを PR してもらう企業も多いみたいです。それによってですね、ブランドコンテンツの広告も人気みたい。あとはですね、自分のフォロワー以外にも動画が表示されるリール機能を、例えばすごくヒットさせた場合は新規のフォロワーを獲得しやすいと。3つ目、感想なんですが、私自身はですね、4つぐらいアカウント持ってるんですけど、大体がお店のアカウントがメインで、通常は写真とかストーリーズを上げるぐらいですね。なんで写真と動画ぐらいしかまだ使いこなせてないんですけど、今後はですね、いろいろチャレンジはしていきたいなと。あとはですね、まあ、個人的なんですけど、見るときは大体海外のバーの写真とかそういうのをこう見て楽しんでるのが多いですね。今回は以上です。ありがとうございました。あぶろ楽しい楽しいね、れんちゃん。うまいね、うまいね。